こんにちは。はい、こんにちは。チャオトゥッティコムスターティ、こんにちは。ラクチの産地料理教室をしております藤野幸子です。今日もお越しいただきありがとうございます。こちらではですね、シンプルで美味しい、そして簡単にできるお料理をご紹介しております。本日はこちらでございます。はーい、油揚げです。とよっ、おお、納豆。はい、ダブル大豆ですね。こちらも大豆、こちらも大豆でできております。この2つを使ってですね、とっても簡単で美味しいおやつにもなるし、おつまみにもなる一品をご紹介していこうと思っております。はい、ちなみにですね、私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっているんですね。で、そちらでですね、最近オンラインレッスンもやっております。で、楽しく質疑応答などしながらね、ちょっとこだわった調味料をね、探し方とか食材のこととかね、いろんな話をしながら、まあ、レシピもご紹介していくみたいな感じでね、やっております。ご興味ある方はぜひ下の概要欄の方からご覧ください。はい、対面レッスンもね、やっております。はい、ということで、今日はこちら使うんですけれども、こちらのね、配合なんかもね、下の概要欄に貼っておきます。あと、調理開始時間ですね、それもね、貼れるようですね、貼っておきます。はい、それではですね、早速始めていきたいと思います。あっという間にできて美味しいヘルシーな一品です。はい、ではまた後ほどね。あっ、どっぽん。はい、はい、それではまずこれ韓国のお箸でございます、はい。汚れなくていいんですよね、これね。はい、そしたらまず、私大粒が好きなので、大粒のよよよ納豆を入れまして、そして、はい、本日は、はい、一緒についているからし、はい、これ入れますね、じゃーっと。それから、はい、この納豆ついているお醤油も入れちゃいます。ザーッ、はい、しょ、はい、はい、そして、はい、ちょ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 、ネギ太い、はい、ここら辺でいいかな、このぐらい、ちょっと汚い、そしたらこれね、ここのところ切っていきますね。お、危ない、気をつけて、はい、気をつけていきます。はい、そしたらこれをね、ザーッと入れちゃいます。はい、本日は黒ごま入れていきたいと思います。よいしょ、はい、どんどん入れていきますよ。よいしょ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 、はい、混ざりました。ハサミ登場です。穴が開きました。なんか2枚用意しちゃったんですけど、1枚で良かったみたいですね。
こちらはまた今度ね何か使いたいと思います。さよなら。あ、ちょっと出ちゃってる。つけて。何も引かないで乗せますね。はい、今日はこれね、新鮮なので油もそんなにね酸化してないのでそのまま入れちゃってます。もしこの油とかね、揚げがね古くなっちゃっててね、油がなんか傷んでるかなって時は一回 お湯でねさっとね1分ぐらいね茹でて、それでよく拭き取ってから使うといいと思います。はい、はい、火加減中火にします。中火ぐらいかと思います。はい、どうかな、時々チェックしますね。ちょっと裏返してみようかな。あ、いいですね、いい感じの色がついてきてますね。もうちょっと頑張る。いい色がいい。はい、ちょっと見てみますね。どうかな。おー、いい色がついてますね。そしたらね、ひっくり返しちゃいますね。よっ。よっ、よっ、よっ。あ、いい色がついてますね。はい、表裏、はい、いい色がついてます。そしたらね、あ、出てきちゃった、出てきちゃいました。そしたらここでお醤油です。お醤油をちょっとだけこのフライパンのところにねパッとかけますね。チャッチャッチャッと。そしてこうサッ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 で反対側に返します。お醤油のいい香りしてますよ。はい、これで火を消して完成です。はい、はい、完成です。可愛いお皿に盛り付けちゃいましたよ。それじゃあね、今日はねこのまま、はい、いっちゃいたいと思いますよ。失礼いたします。いただきます。まずちょっとでも用事を取らないとね、まだあったかです。それが、名前なんてしようかな。厚揚げの納豆とじかな。はい、いただきます。一口でいきましょう。おいしい。もうね、素直に美味しいです。これ本当にすごいヘルシーですね。もうダイエットしている方にも、ね、絶対いいんじゃないかと思います。そしてダイエットしてない方にもとても美味しく召し上がっていただけるかなと思っております。ぜひよかったら試してみてくださいね。はい、ということで、こちらではですね、簡単で美味しいお料理いろいろご紹介しております。もし今日のね動画が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録、そしてちょっとベトベト高評価よろしくお願いいたします。はい、それではまたね、次のチャンネルでお待ちしております。ありがとうございました。うん、ネバネバ